今日は、高校テニス部の顧問が、外でタバコを吸って、歩行者に迷惑をかけてるという話を聞きつけ、少し離れた場所から喫煙現場を抑えようと張り込みをしているところだ。すいません、ここの担任の方っていうか、その顧問の方ですよね、テニス部の。あの僕は個人的に、個人で副流煙をなくす会撲滅運動をしている活動しているものなんですけども、担任の方がそのタバコでその子供の前で吸ったりとか、あと散歩の人とかにもかかってるっていうことで、インターネットの方でその苦情をもらってまして、でそれをなんかやめてほしいってことで今これ来てるんですよね今日は。なんかそれがいつも迷惑だっていうふうに、多分子供たちも臭いと思うので、子供たちにその鼻栓配るとか、なんか対処していただければと思うんですけども、これタバコ自体はあれですか、これ喫煙 OK なんですか、学校内は。学校内っていうかここは、ああ外ってことで、条例的にもじゃあ高崎の群馬県の条例とかでおそらく OK だと。そうですね、うん、もしあれだったらそのうちら日本としてもそのちょっと喫煙者といらないので出てっていただければ日本から大丈夫ですかね。はい、大丈夫です。わかりました。はい、OK ですか。じゃあお願いしますね。可及的でいいんで、日本から出ていけと なるべくでいいんで、申し訳ないですけど、そこまで言われる筋合いない。そこまで言われる筋合いない、はい、ただタバコ吸わない人からするとそのぐらい邪魔なんですよね。ご意見は伺いました、はい、ああそうですか、はい、ご意見伺いました、はい、やめる気はないんですか。じゃあご意見は伺いました。ご意見は伺いました、分かってる、伺ってるのは分かってるんで、すいませんけど、申し訳ないですけど、赤の他人にそこまで言われる必要はないと。僕じゃなくて今日代理で来てるんですけども、なんかだから、ね、それが、ね、言えないんですよ。 それが特定されちゃうとあれなんで、親御さんなのか生徒の親御さんなのか散歩の方なのかわからないんだけども、とにかく副流煙が鬱陶しいと。で副流煙の方がその害はあるので、はっきり言うと。じゃあご意見分かりました、なるべくでいいんで。